はい、どうも、テラコヤタリー、テラコスタでございます。今回もですね、数値高1の字書き、期末特攻、数と式の中のですね、対称式についてやっていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。対称式っていうのは何なのかってことなんですけども、例えば、x プラス y イコール y プラス x のようにですね、入れ替えても答えが同じになる、イコールで結べるような式のことを対称式というふうに言います。例えば、xy イコール yx も同じ数値になります。x 二乗プラス y 二乗イコール y 二乗プラス x 二乗、これも対称式になります。結合方式とかね、いろんな方式によって入れ替えても答えが同じっていうものが対称式です。よろしいでしょうか。じゃあこれはどうですかっていうことなんですけども、 x-y と y-x、 これはノットイコールですよと、いわゆる対称式にならないんですよっていうものがあります。例えば6-2であれば4ですよね。2-6にするとマイナス4になりますよね。数字同じでもプラスとマイナス変わっちゃいますよね。例えば、今何個あるって言って、6から2引いて4個だよっていうのと、2から6引いてマイナス4個だよ、むしろない外、ない上に土掘っちゃってるよみたいな感じになっちゃいますね。全然概念が違ってきちゃうんです。ただ、このね、マイナスという概念で構成された式を対称式にする方法があるんです。その方法としては、マイナスをくくり出して、x-y っていう引くをプラスに変えてしまうというね、無理やりな魔法をかけることができるんですね。マイナスを外にくくり出して、マイナスだった単項式をプラスに変える。マイナスからプラスに、交代するっていう意味で、交代式なんて言い方をします。こういった形で、左と右をイコールにすることができます。これも同じですね。x 二乗、y 二乗ですね。y 二乗を引く、x 二乗。これも、引くなので、引く場合には対称式にならないんです。でも、マイナスっていうものを、括弧に、の外にくくり出してしまえば、マイナスがプラスに後退しますよと。こういう形であれば、対称式として認識できますよと。いうことになります。ね、無理なものをですね、どうにかして計算できるものにしたいっていうですね、人類の考え方によってできたものだと思っていただければなと思います。で、さらにですね、対称式の基本変形式っていうものがありまして、要は、見た目で、入れ替えただけだなとか、掛け合わせただけだなっていうのがわからないものっていっぱいあるんですよね。それをですね、表していくっていうのが、この変形式というものになります。x 二乗プラス y 二乗っていうものをイコールにしたいんだけども、入れ替えるだけじゃ面白くないんで、括弧でくくって、x プラス y を括弧でくくって二乗にして、マイナス 2xy です。引こうぜっていうふうにですね、作っちゃうんですね。なんでって思うんですけども、なんでっていうかね、別にね、こういう特殊なことではなくてですね、ただね、いわゆる展開公式をいじっただけなんですよね。x プラス y 括弧閉じ二乗っていうのは、 x 二乗プラス 2xy プラス y 二乗っていうものがあるじゃないですか。で、x 二乗と y 二乗は残して、プラス 2xy を、括弧 x プラス y 括弧閉じ二乗のところに移行しただけなんです。プラス 2xy を移行することによって、プラスがマイナスに変わっただけなんです。それをですね、入れ替えただけなんです。言ってることわかりますかね。展開公式を入れ替えただけなんです。入れ替えたというか、ちょっといじっただけなんです。こういうこという形をして、基本変形式っていうものをイコールで作ることができますよっていうことなんですね。似たようなもので、x3 乗プラス y3 乗。これもですね、括弧 x プラス y 括弧閉じ3乗をですね、展開公式したものをいじっただけなんです。はい。ね、
だってこれはいじり方がちょっと特殊ではあるんですけども、真ん中の 3xy、ですね、 3x 乗 y と 3xy 乗っていうものは共通するもの、共通部分をくくり出すと 3xy なんですよね。でそれぞれに、プラスアルファで x と y が掛け合わさっている。なのでこの xy っていうのを括弧で、ですね、封印して 3xy 括弧 x プラス y にしただけなんですね。それを移行しただけなんです。括弧 x プラス y 括弧閉じ3乗のところに移行しただけなんです。なので何ら答えをですね複雑にしたわけではないということですね。ただいじって左と右に移動しただけだというようなイメージを持っていただければなと思います。でですね、三辺の対称式の変形というものがありまして、これもですね、まあ、展開公式をいじっただけではあるんですけども、まあもう、いじってね、覚えていくとめんどくさいんで、このまま覚えていただければなと思います。x 次乗プラス y 次乗プラス z 次乗、をですね、変形する場合には、括弧 x プラス y プラス z 括弧閉じ次乗から、マイナス2、カッコ、xy, yz, zx を引きますよと。ね、いわゆる xyz の掛け算の組み合わせをマイナス2をかけて引きますよ。っていうことだけで覚えていただければなと思います。これはものすごい簡単な覚え方かなと思います。x3 乗、y3 乗、z3 乗、いわゆる xyz の3乗ものに関してはどうなのかってことなんですね。まず、x プラス y プラス z っていうのをくくり出して、その次のくくり出しに x 次乗プラス y 次乗プラス z 3乗っていうのを置きましょう。必ず左側にはプラスのものを置くっていうようなルールを覚えておいてください。で単品ですね、 x 次乗 y 次乗 z 3乗は全部プラスで置きますよと。で、右側は、xyz の掛け算ですね、 xyyzxz っていうのは全部マイナスで置きますよと。それで封印しますよ。で最後にマイナス 3xyz っていうね、すべての集合体を引きますよと、いうようなイメージで、 xyz の3乗、ね、x3 乗 y3 乗 z3 乗に関してはまず xy プラス x プラス y プラス z っていうものをくくり出した上で、で、右側に x2 乗プラス y2 乗プラス z2 乗というね、次乗化したものをプラスで、左側に寄せますよと。で、2つともの掛け算のものを右側にマイナスで、マイナス xy、マイナス yz、マイナス xz って置きますよと。で、それぞれ括弧でくくりますよと。で、最後に大ボス、マイナス 3xyz すべてを統合したものを引きますよと。いうようなイメージ。持っていただければ、式をイメージできるのではないでしょうかというところですね。で、まあ難しいところとしては対称式の分数の変形式ですね。これ結構難しいのでね、まあそういうものだというふうに覚えていただければなと思います。じゃん。例えば x 分の y プラス y 分の x ですね。この対称式はどういうふうに作るのかってことなんですけど、イコール xy 分の x 次乗プラス y 次乗っていうものになります。よく同類項を求めようみたいな問題出ると思うんですよ。その同類項を求めようみたいなね、問題だと思っていただければなと思います。下の分母は掛け合わせますよと。で上の分子は、次乗化させますよっていうようなイメージ、を持っていただければと思います。次にですね、x 次乗プラス x 次乗分の1。まあね、このまま計算すると、x 次乗分の x 次乗イコール1みたいな形になるんですけども、1を表す上で、まあ、x 次乗を使ってますよというような場合には、括弧 x プラス x 分の1の2乗引く2というような計算になります。別にこんなことしなくてもいいんじゃないかなって思うんですけども、まあそういうふうなね、公式になっているというふうに覚えていただければと思います。まず、オリジナル、x 次乗じゃない、もう、次乗とかかかってない、x プラス x 分の1っていうね、オリジナルを2乗した上で、マイナス2をしてもらえれば、同じ等式になりますよっていうところを覚えていただければなと思います。次はですね、
x 3乗プラス x 3乗分の1、これもオリジナル、ですね、x プラス x 分の1というオリジナルを3乗してもらって、でそこからマイナス3括弧 x プラス x 分の1括弧閉じ、なんかx プラス x 3乗プラス y 3乗プラス z 3乗のですね、公式に出ると思いますが、最後に大ボス、すべてを掛け合わせたものを引きますよっていうようなイメージ、持っていただければ分かりやすいのではないかなと思います。そんな形でですね、今回は対称式について語らせていただきました。次回はですね、整数部分と小数部分というね、単元についてやっていこうと思いますので、この動画がためになったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。またね。